こんにちは、レグザー町へようこそ。依頼任務に興味はありませんか？手間をかけずに立ってるだけで楽にモラがもらえる依頼ってないか？オイラたちそういうのにすっごく興味があるんだけど。そのような依頼は今のところありませんが、こちらに比較的簡単な住民リクエストがありますよ。報酬は一軒あたり数万モラになります。数万モラか、ちょっと物足りない気がするな。そうだな、エフェンディさん、もっと報酬の多い依頼ってないか？そういった依頼がお望みですか。そうですね、最近スパンタマット学院が地脈調査プロジェクトを立ち上げて、優勝で志願者を募集しています。スパンタマット学院には地脈研究を専門とする学者が多く、地脈データの需要も高いです。そういった理由から地脈異常を調査するために秘境に入ることがよくあります。ただ今の時期は学院の学生だけでは人手不足ということもあって、多くの志願者を募集せざるを得ないようです。彼らの報酬はとても高額な分、志願者に求める素質も厳しくなっています。どうです、興味はございますか？では募集要項を確認してみましょう。まずは1種類以上の武器を巧みに扱えるか。素晴らしい。では元素への理解はあるか、元素力が扱えるか。はい、旅人さんなら問題なさそうですね。こちらで登録しました。それでは後ほど志願者の方に必要な物資と報酬を手配しておきます。具体的な依頼内容はガフォーさんからお聞きください。ただあの方は本日重要な来客対応がありますので、おそらく教令院にはいらっしゃらないと思います。院内の来客対応の流れを考えると、今日は多分プスパカフェにいらっしゃるでしょう。来客の対応が終わった後にお話を聞きに行くのがよろしいかと。まったく、志願者を救護しているという話でしたのに途中で来客対応に出向いてしまうとは、一体どれほど重要な人物なんでしょうか。ここのコーヒーには詳しいのか？もちろんよ、私が昔よく飲んでいたものですもの、よく知っているわ。ガフォー先輩、いえ、今は兄弟子として呼ぶよりガフォー先生と言った方がいいかしら。私と昔話をしたかと思ったら、今度はコーヒーの話。何か言いたいことがあるなら率直に言ってくれていいのよ。あの人がオイラたちの探してるガフォーさんだと思うけど、他の人と話してて取り込み中みたいだな。しょうがない、少し待つか。いや、別にこれといった事情などないんだ。ただ君が教令院を離れてからというもの、当初のプロジェクトと計画からは頼りになる人がいなくなってしまってね。ジュライセン先生も君のことを大切な弟子としていつも評価していただけに、失望が大きかったみたいだ。リサ、君が教令院を離れたことは本当にもったいないことだった。君ほどの才能と知恵を持つ者があのまま教令院に残っていれば、今ではハーバットの地位にいたかもしれないのに。オイラの聞き間違いじゃないよな。あれってセピロス騎士団の図書館司書のリサさんじゃないか？リサさんがスメール教令院で勉強してたっていうのは聞いたことあるけど、それって昔のことだろ？どうしてリサさんが今ここにいるんだ？私の予想が正しければ、あなたは昔の話を持ち出してここに連れ戻そうとしているのかしら？聞いたところによれば、
今はモンドのスピロス騎士団で図書館司書をしているそうじゃないか。僕から言わせてもらえば、とんだ役不足だよ。自分の時間を浪費すべきじゃない。どうして司書なんていう小さなことに頭を使うんだ。君の時間はどう見ても貴重なものだというのに。君が学院に戻ってきてくれるなら、すぐにでも君を責任者として迎えるプロジェクトが大量にあるだろう。今こそ学院は人を必要とし、重要なプロジェクトを。はあ、あれこれ言ったけど、結局は私をここに戻したいということね。ジュライセン先生もあなたがこんなことをするなんて思わなかったでしょう。いや、実は恩師も以前から君に戻ってきてもらって院内の仕事をしてほしいと考えているんだよ。あら、そう？ガフォー先生、人を騙すのは良くないわよ。私がなぜたった2年在籍しただけで学院を離れたのか、あの先生はよく知っているはずだわ。だから、そんなお願いをするなんてありえない。モンドの生活を捨ててソロン派学者の身分で教練院に戻る。知恵を求めるために必要な代償はもう自分では払えないわ。つまり、もう私を連れ戻そうなんて思わないで。うわ、リサさんってソロン派の学者だったんだな。リサさんからそんな話聞いたことなかったぞ。それから、司書はとても大事な仕事よ。時間を浪費しているなんて思っていないわ。知恵は世界の隅々にまで秘められている。一滴の中にある知識を軽んじてはならない。これは先生の口癖だった。優秀な学者は細部を見落とさないわ。ガフォー先輩、やっぱり昔と同じようにあなたのことは先輩と呼んでもいいかしら。さっきのあなた、言葉の細部を間違えていたわよ。それと、もう一つ見落としている細部があるわね。今この時、二人の人物が私たちの話をこっそりと聞いているわ。しかも、長いことね。そこの二人、私たちに何の用かしら？リサさん、こんにちは。ほら、言ったでしょ？やっぱりあなたたちだったのね。お久しぶりね、かわいこちゃんにパイモンちゃん。お二人はどういったご用件で？地脈調査プロジェクト？かわいこちゃん、まさか教練院に入学したのかしら？そうそう、連絡院のエフェンディさんから学術プロジェクトの優勝志願者を募集してるって聞いて、ガフォーさんにどういう内容か聞きに来たんだ。優勝志願者を募集？ガフォー先輩、学院の内部はそんなに人が足りていないの？それとも外部の人間を必要とする計画でもあるのかしら？いやいや、これはあくまで通常の地脈監視プロジェクトにおいて必要なことで、全て安全基準にのっとっている。地脈のデータを集めるには大量の人手を割くしかない。こちらとしては、君が戻ってきてくれて事務の一部でも手伝ってくれれば、こんな苦労しなくても済むんだがね。私の記憶では、地脈のデータを集めるには秘境の奥深くまで入らないといけないわ。その危険性は決して低くないはずよ。モンドを離れてから旅人とオイラはいろんな戦いを経験してきたんだ。だから秘境の探索なんてお手の物だぜ。あら、
長いこと会っていなかった間に面白い経験をいっぱいしてきたみたいね。おう、だからリサさんは心配しなくても大丈夫だぞ。お二人ともプロジェクトに参加しに来たのでしたら、もう少し待っててください。リサとの話が終わるまで。ラフォー先輩、残念だけど私はあなたの期待に応えることはできないわ。ほんの少しの挽回の余地もないと。あの時私は自分の考えを貫いて教練員に別れを告げた。このことを後悔はしていないし、これからも後悔することはないでしょうね。長らく会っていなかったから気が変わっていて違う反応が返ってくるかもしれないとも思ったが、リサ、君は昔と同じで相変わらず頑固なのだな。君がそのように言い切ったんだ。僕が無理に説得する必要もなくなったなら、これ以上は邪魔しないでおこう。僕にはまだジムがたくさん残っているのでね。数日後の学院の会合でまた会おう。ええ、安心して先輩、学院の会合には時間通り出席するから。そちらの志願者のお二人は時間が空いている時にナウティーマチューリンまで僕を探しに来てくれ。協力してほしい仕事がまだ残っているんでね。そうだ、最後にもう一つ。リサ、何かしら先輩。モンドでの生活が順調であることを祈ってるよ。え、さあ、かわいこちゃん、パイモンちゃん、説得が上手な人ももういなくなったし、腰を下ろしてお話ししましょう。教練員の内部でとんでもないことが起こっているみたいね。私の兄弟子も自分の前途のために奔走しているのよ。そうだ、どうしてリサさんがスメールにいるんだ。騎士団の仕事はほっといて大丈夫なのか。ええ、ジンが私に長めの有給休暇をくれたの。せっかくのお休みだし、旅行でもしてリラックスするのもいいでしょ。あなたたちは聞いたことあるかは。でも卒業した後は教練員に残らず、そのままモンドに戻って騎士団の図書館司書になったわ。つまりリサさんがスメールに来たのは、いろんなところを観光するためだけじゃなくて、昔の友達や先生と再会するためでもあるんだな。あら、そんなに気になるのかしら。そうね、とても昔のことだし、あなたたちになら言っても大丈夫ね。強いて言うのなら理念が合わなかったからかしら。当時教練院にいた頃の私は、ジュライセン先生に才能を買われて教練員の核となるプロジェクトに数多く参加させてもらったわ。でもそういったプロジェクトのほとんどは失敗に終わったの。率直に言うと、超人的な知恵を得ようとして遠くに行き過ぎたのよ。失敗した私はもうこのような狂ったことに巻き込まれたくないと思って、だから離れることを決めたの。さて、あなたたちなら分かってると思うけど、この秘密を知ったからには誰にも言わないことを約束してちょうだいね。いろいろあったんだな。だからたとえジュライセン先生が説得に来たとしても、私が教練員に戻ることはないわ。昼夜問わず実験に没頭する生活よりも、昼前の10時から仕事をして
毎日決まった時間にアフタヌーンティーをする生活の方が私には合っているもの。やっぱりリサさんが図書館司書の仕事を選んだのは面倒なことをしたくなかったからなんだな。仕事なんてそんな面倒なことはのんびりやった方がいいし、定期的に休暇を取るのもとても重要なことでしょ。はあ、でもスメールに到着してまだ間もないのにガフォー先輩に見つかっちゃったのよ。ガンダルバ村であの子を見に行く前にね、つい話し込んじゃったわね。それであなたたちは、可愛い子ちゃんとカイモンちゃんはどうしてスメールに来たのかしら。そうだったの。神を超えたいと思うほど彼らがそうも執着していたなんて。私の知らないところであなたたちはまた何かに巻き込まれていたのね。でもこの規模の危機でも最後にはあなたたちが何事もなく解決してしまう。可愛い子ちゃん、あなたの能力は本当に計り知れないものね。こんな偉業を成し遂げた今のあなたにはまだやるべきことがいっぱい残っているんじゃないかしら。本当なら一緒にスメールを観光しようと思っていたのだけれど、本当に惜しいわ、めったに会えないのに。あら、可愛い子ちゃんも私と一緒に観光がしたいということかしら。それならよかったわ。ここ数日はスメールシティを観光して、最後はガンダルバン村からリーウェを通ってモンドに戻るつもりよ。もしかしたらスメールシティやガンダルバン村で不意に会うかもしれないわね。あら、そう考えると予想もしていないところで偶然出会う方がロマンチックだわ。旅の雰囲気にもぴったり。もし私を見かけたらぜひ声をかけてね。そうじゃないとお姉さん寂しくなっちゃうわ。確かあなたたちはガフォー先輩と約束してマウティーマチューリンで地脈調査の仕事をするのよね。もう向かうつもりなら気にせずここを離れてくれて大丈夫よ。私は多分プスパカフェでしばらく休んでいるから。君たち来てくれたか。見たところ準備は万端なようだね。ならよかった。ではまずは説明しよう。この研究プロジェクトはスパントマット学院が長年取り組んできた地脈の流れをモニタリングするために立ち上げられたものだ。スメールの秘境内では地脈の流れに異常が発生することがよくある。そのため定期的にそれぞれの秘境に人を送って地脈の状態を記録する必要があるんだ。秘境内は危険な状況であることが多い。だから原則として戦闘能力を持った人員のみを派遣することになっている。君たちがすべきことは秘境の奥深くまで進んで地脈の異常状況を記録することだ。もし危険な状況に遭遇したら自分の身を守ることを優先してほしい。よし、これで僕からの説明は以上だ。準備ができたら秘境に入ってくれ。可愛い子ちゃん、やっぱり会ったわね。あら、そう？スメールシティは私が昔住んでいた場所だから、ここを訪れるとついつい小さなお店を覗いてしまうのよね。ただ悲しいことに私がよく通っていた服屋は閉店してもう長い時間が経ってしまったみたい。アクセサリーや服をたくさん買って騎士団の女の子たちにあげようかと思ってたんだけど、
可愛い子ちゃんがいつ私の新しい服に気づくのかと思っていたけれど、どう？似合っているかしら？人から褒められるのは嬉しいものね。ありがとう、可愛い子ちゃん。この服はさっき話した服屋の店主を見つけて特注で作ってもらったの。これを着ているとかつての教練院での日々を思い出すわ。あの時は本当に忙しかった。でも私の部下だった研究員は借りた本を返さないような連中と違ってサボらないのよ。もしかして雷芸者の力で罰を与えるのって甘すぎるのかしら。かわいこちゃん、また会ったわね。このお店の絵皿とても成功にできているのよ。いくつか買って帰ったら置物として使うのも悪くないと思ってね。それにこのトレー、これにお茶やお菓子を乗せれば仕事中のジンもきっと気に入るはずだわ。非売品？あら、本当だわ。売らないのならどうして店の中に置いているのかしら。とても残念だわ。とっても綺麗なのに。こちゃん、あなたもグランドバザールのステージを見に来たのかしら。そうね、ここのステージはなかなか面白いわ。ステージの構成をメモしておけば次のバドル同祭で使えるかもしれないと思ったくらいよ。ジョークを言うぐらいならガイアにやってもらえばいいけど、でもダンスをするとなるとちょっと難しいかもしれないわね。昨日赤い髪の可愛い女の子が踊っていたわ。最前列で見ていたけどとても素敵だったわよ。モンドでも同じダンスを見られたらとそう思わずにはいられなかったわ。遊撃小隊隊長のエウルワにスメールのダンスに興味を持ってもらって、彼女のお眼鏡にかなう美しい衣装を用意できればと思ったのだけれど、エウルワは意外と純粋な子なのよ。モンドに出向いてもらう人を雇うよりあの子を甘い言葉で誘惑いえ、自主的にあの子に踊ってもらう方が簡単だと思うわ。あら、どうして教練院の近くにあなたがいるのかしら。そうよ、そしてここを歩いてたらあなたと出会ったの。ジュライセン先生や何人かの兄弟子、それから以前一緒に研究していた人たちが集まって久しぶりに会っていたのよ。時間が過ぎるのが本当に早かったわ。みんなの様子を見るにとても忙しいみたいね。私は確かにちょっとのんびりしすぎていたようねあの人たちからしたら羨ましいことでしょうけど、ひとまず太らないようにしなきゃいけないから来月はケーキを食べるのを控えようかしら。言うの？お利口な子犬ちゃんね。言うことを聞く子犬ちゃんならもちろん好きよ。お腹を見せて撫でさせてくれたり、うるうるした目で見つめてきたりするような子ならなおさらね。実はずっとワンちゃんを飼いたいと思っていたの。その可愛さだけで毎日私を癒してくれて、時には自分のことを止めてくれる子をね。でもワンちゃんを飼うとなると定期的に毛繕いしたり排泄物の掃除をしたりしなきゃいけないからとても面倒でしょ。ペットを飼うということはこういった面倒なことにも向き合わないといけない。だから私はペットを飼うことに向いていないの。安心してくれリサさん、私はもう元気になったから。旅人じゃないか、どうしてここに。可愛い子ちゃんはよくコレイちゃんの様子を見に来るのかしら。こいつはとても親切で
前にガンダルバー村でいろいろ助けてもらったんだ。この様子だとコレイちゃんはスメールで新しいお友達が何人かできたみたいね。しかも頑張って文字を勉強して今は簡単な文章なら読めるようになったぞ。師匠とスメールのみんなには世話になりっぱなしだ。でもモンドの友達のことも忘れられないから最近は時間を見つけてみんなに会いに行こうとも思ってるんだ。リサさん、みんなはどう？元気？アンバーは？ガイアは？ジンは？そう急がなくてもいいわよ、コレイちゃん。ゆっくり話してあげるから。ごめんなさいね、可愛い子ちゃん。少し時間をくれないかしら？コレイちゃんにモンドのことを話してあげたいの。